こんにちは、ミルキーブルーです。緊急速報。20日午前11時43分ごろ、阿蘇山が噴火。熊本阿蘇山が急に噴火したね。これツイッターめっちゃ騒然となってるよ。ちょっとね、早速 NHK の報道場見てみるよ。熊本阿蘇山に噴火速報。噴火が発生。気象庁。気象庁は先ほど熊本県の阿蘇山に噴火速報を発表しました。気象庁によりますと、20日午前11時43分ごろ、熊本県の阿蘇山で噴火が発生したということです。気象庁が詳しい情報を調べています。火山に立ち入っている人などは身の安全を確保してください。今後の情報に注意してください。噴火速報は、すでに噴火が発生している火山では、より規模の大きさの噴火が発生したりした場合に発表される情報です。今後の火山活動に注意してください。突然の噴火、やばすぎやろ。では次にね、ツイッターでちょっとその阿蘇山の噴火を上げている方がいるので、次のツイートを見てください。 YX 須田、阿蘇山噴火とんでもねえ。恐ろしいわ。阿蘇山が噴火してもなかなかこの規模の噴火大きいんけんね。で、この今回の地震で阿蘇山の噴火が活発になればかなり危険なことになるけんね。ちょっととにかく阿蘇山の噴火注意しとくべき。そして近くに住んでる方はね、すぐさま避難してくださいね。決して野じ馬根性で近づかないように。まあしかしちょっとね、観光バスとかもこう見受けられるけん心配よね。これちょっととにかく阿蘇山の噴火、これは普通の山の噴火と違ってかなり怖いものがあるけん、みんな注意してください。そして情報を追いましょう。では今日は緊急な速報でした。ご視聴ありがとうございます。それでは。